みんな本当に可愛かったわ、とマリーは立ち上がってくるみ割り人形の後についていきながら言いました。二人は小川に沿って歩きました。小川は優しくささやくような音を立てて流れています。森に立ち込めている甘い香りはこの小川から立ち上っているようでした。これはオレンジの小川です、とくるみ割り人形が言いました。とてもいい匂いがしますが、大きさや美しさではレモネード小川にはかないません。二つの川は両方ともアーモンドミルク粉に注いでいます。するとその言葉通り、前よりも大きい流れの音や水しぶきの音が聞こえてきました。そして幅の広いレモネード川が見えてきました。ビスケット色の大きな波がルビーのようにきらめく岸の茂みに打ち寄せています。その川から立ち上る爽やかな香りは胸の中を洗ってくれるようでした。そこからあまり離れていないところを濃い黄色い川がトロトロとゆっくり流れていますけれども、その川の匂いは甘すぎるものでした。両岸に可愛い子供たちが座り、小さな丸っこい魚を釣っていました。子供たちは魚が釣れるとすぐに口に入れています。近寄ってみると小さな魚は橋紙の実のようでした。川に沿って少し下ると可愛い小さな村がありました。家も教会も牧師館も納屋もみんな焦げ茶色で、屋根だけが金色でした。そうしてあちこちの壁は薄切りのアーモンドと飴漬けしたレモンの皮を貼り付けてあるようでした。あそこが生姜パン町です。蜂蜜川の岸辺にあります。町の人たちはいい人たちなんですが、とても気難しい人が多いのです。虫歯が痛むせいなのです。寄らずに行きましょう。ちょうどその時マリーは色とりどりに塗られた別の町に気づきました。しかもどの家も中まで透き通って見えるのです。町に近づくと陽気な掛け声が聞こえてきました。見れば何千という可愛い小さな人々が広場まで引いてきた荷馬車から積み荷を下ろしているところでした。積み荷は色紙と板チョコです。ここはキャンデー町です、とくるみ割り人形が言いました。紙の国とチョコレートの王様からちょうど荷物がついたところです。かわいそうにキャンデー町の住人は蚊の王子から攻め込むかもしれないぞという脅しをかけられて、特殊な紙で家を覆い、チョコレートの王様に送ってもらった硬い板チョコで砦を築いているのです。ところでシュタールバウムのお嬢さん、私たちはこの国の町や村を片っ端から見て回るわけには参りません。都こそ見どころなんです。いざ都へ向かいましょう。くるみ割り人形は先に立って急ぎます。マリーも好奇心ではち切れそうになりながらその後を追いました。まもなくあたりにバラの香りが立ち込め、すべてがバラ色の柔らかい明かりで包まれたように感じられました。その明かりは赤いバラ色の皮もに生えた光のせいでした。銀色とバラ色の皮の流れはこの世で一番美しい音楽のような皮音を立てていました。先に行くにつれ川幅はゆったりと広がって湖となり、湖は銀色に輝く白鳥の群れが浮いていました。金色の首輪をつけた白鳥たちが競い合うような声で歌り、その歌声につられてダイヤモンドのようにきらめく魚がバラ色の水面に飛び跳ねていました。まあいつかドロッセルマイヤーおじさまが私に作ってくださるとおっしゃったのはこの湖だわ。マリーは大喜びで叫びました。そうして私そっくりの女の子が
白鳥を撫でてあげるのよ。くるみ割り人形はマリーが馬鹿げたことを言っているとでも言いたそうに苦笑いをしました。おじさんに湖など作れるものですか、あなたならできるかもしれませんけどね、とくるみ割り人形は言いました。でもそんなことに頭を使わずに、このバラの湖を渡り都へ急ぎましょう。